はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、10キロジョギングをしてきました。これからウォークモードを解除していきたいと思います。ではですね、早速ウォークモード、まずロックの方を解除していきたいと思います。はい、この後ですね、ウォークモード、はい、もう解除していきましょう。では、いきます。はい、解除です。505匹倒しました。まあ、結構倒しましたね。まあ、13章1話をね、回っておりまして、基本ワンパン、あるいはツーパンで、まあ、戦闘はあんま時間かかんないしね。で、手に入れた心は、まあ、基本全部あれですね。真珠ポイントになりますね。はい。あと結構、スカウト結果は、まあ、いろいろ、まあ、5000歩族、7000歩族ですけれど、まあ、5匹プラス銀の卵2個という感じでした。はい。ということで、卵は割れないかな。卵はまあ割れないですかね。はい。五感長命終わりましたということで、はい。アルクンデス W をちょっと見ておきましょう。はい。何歩ぐらい ?9700 歩ぐらいか。はい。ということで、まあ、あとはですね、モンスター牧場の方を見ていきたいと思います。金の卵をですね、置いといたんですね。まあ、先ほど、アルクンデス W が9000歩ぐらいだったので、はい、こちらはね、残り2700歩ぐらいですね。はい。あと、訓練場は1万歩族のモンスターを置いといたんですけれど、はい、レベル1から39まで、まあ、上がったみたいですと。はい。そういうことですね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっとね、走ってたら、キラーゾーンが、まぁ、湧いてきました、ということで、まぁ、あ、ちょっとこれも、まぁ、寝る前にという感じですけど、まぁ、あ、この時間に分かれると困るんですけど、まぁ、あ、まぁ、でも仕方ないですね。はい。まぁ、あ、まぁ、とりあえず、ここにいるね、まぁ、あ、スカウトモンスターはとりあえず、まぁ、あ、後で倒すということで、とりあえず、毎週2回10キロジョギングをして、まぁ、あ、こんな感じでウォークモード解除。動画を、まあ、作っております。何らかの参考になりましたら幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。